速報J2 J1 昇格への熱き戦い J リーグディビジョン2第3節、まずはこちらのカード。前節逆転で敗れたトリニータとベルマーレ、両チームともここまで1勝1敗、 J1 昇格のため連敗は避けたいところ。最初にペースをつかんだベルマーレ、前半2分、ロングパスを酒井が折り返し、松原強烈なヘディング、ベルマーレが先制します。32分ベルマーレフリーキックのチャンス、高田哲也のシュートはキーパー前川がセーブ。ベルマーレリードで前半を折り返します。後半6分トリニータ、左サイド山根のミドルシュート、強烈でしたがこれはキーパーの正面。17分にはシジクレイのパスから庄司がシュート、こぼしたところ再び庄司、トリニータ1対1の同点に追いつきます。追いつかれたベルマーレ、後半18分、酒井が長距離ドリブルから自らシュート、これはキーパーがセーブ。20分、トリニータバルディネートのワンツーからウィルが抜け出しシュート、ベルマーレキーパー伊藤裕二体を張ってセーブ。再びトリニータ、23分、ウィルのクロスを庄司が落としバルディネ、これはゴール右に外れます。90分戦って1対1、勝負は延長戦にもつれ込みます。トリニータ川崎がシュート、跳ね返りをもう一度川崎、これもキーパー伊藤がセーブ。ベルマーレの反撃、右サイドモギマのクロス、松原育ちサナブリア、ダイビングヘッドで押し込んで V ゴール。ベルマーレサナブリアの3試合連続ゴールで勝利、一方のトリニータは痛い連敗となりました。2万人を超えるサポーターがヒートアップ。25日土曜日に開催されたレッズ対アルディージャ、同じ埼玉をホームとする両チームの対戦です。この試合も主導権をつかんだのはレッズ。前半7分フリーキックからノーマーク内立て、飛び込みますがキーパー次第がセーブ。レッズ絶好のチャンスを逃します。11分アルディージャ、宇治へのロングパスから野口、振り向きざまのシュート、これは惜しくもポストを直撃。両チーム無得点で後半を迎えます。15分アルディージャ、マークのクロスをジョルジーノつなぎ宇治へ、これはキーパー滝田がファインセーブ。その2分後レッズの反撃、ペトロビッチのロングパスから途中出場大柴、倒されて PK。 大柴前節に続き流れを変えます。この PK キッカーはキャプテン小野、落ち着いて決めてレッツが先制。追いかけるアルディージャ、後半ロスタイム、ジョルジーノオーバーヘッドで合わせるもゴールマウスを大きく外れます。結局レッツが逃げ切って1対0、
最初の埼玉決戦を制しました。昨シーズンは11戦目にしてようやくホームで勝ったベガルタ、今年はホーム初戦で今季初勝利といきたいところ。後半25分、ベガルタ左サイドクロスに平間のヘッド、これはクロスバーの上。36分、さらにベガルタ今季サンガから移籍、藤吉のミドルシュート。その4分後、さらにベガルタ中島抜け出して、シュートはゴールなりません。0対0のまま延長戦にもつれ込みます。延長前半1分、ベガルタのチャンス、3番斉藤のシュートはキーパー高崎がセーブ。延長後半5分、サガン、こぼれ球を拾って北内がゲット。1対0、サガンがベガルタに V ゴール勝ち、2連勝を収めました。1、2節どちらも1点差に泣いたアルビレックス、同じく勝ち星のないヴァンフォーレとの無敗同士の対決を制したレッズが3連勝、サガン・ベルマーレは今季初の延長戦に勝利、アルビレックスは今シーズン初勝利を挙げています。代わって順位表です。開幕3連勝のレッズが首位をキープ、今節試合のなかったコンサドーレ2位、3位アビリジャ、2連勝ホーリーホックが4位と健闘しています。9位のモンテデオイカは未だ勝ち星がありません。得点ランキング、札幌エメルソンが C をキープ、3試合連続ゴールのベルマーレサナブリア、今節2得点のナルを3ゴールで2位に並んでいます。次節は30日木曜日の開催、3連勝で首位を行くレッツはアウェーでサガンと対戦、ヴァンフォーレ対ベガルタはどちらも今シーズン初勝利を目指します。速報 J2、 次回はサガン対レッツのゲームを中心にお送りします。